コロラドはアメリカ海軍の総工巡洋艦、ペンシルベニア旧総工巡洋艦の一隻。艦名はコロラド州にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。コロラドはペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で建造され、1903年4月25日に CMP ボディによって浸水、1905年1月19日に、 艦官庁 D ケネギ大佐の指揮下収益する。1905年10月11日に大西洋艦隊に合流し、コロラドは東海岸沿い及びカリブ海での訓練及び各種の指揮点に参加し、1906年9月7日にアジアに向けて出航した。日本及び中国といった極東への巡航後、1907年9月27日に西海岸に帰還し、 カリフォルニア州及びメキシコの沖合、ハワイ諸島、中央及び南アメリカで演習に従事した。コロラドは1909年9月から1910年2月まで再び極東への巡航を行った。続く2年間は政府交換の公式表敬訪問に使用され、1911年11月から1912年7月まで極東での任務を再開した。 8月から11月の間に、ニカラグアのコリントに派遣された、遠征軍の支援を行い、その後は、メキシコ水域を偵察。1913年5月17日に、ピュージェットサウンド海軍交渉で、予備役となる。1915年2月9日にコロラドは、最終駅し、太平洋予備役艦隊の機関として、メキシコ革命の期間中に、メキシコ水域を偵察。 その後再び予備役となる。コロラドはオーバーホールの間の1916年11月9日にプエブロと改名される。その後メキシコ水域に戻り抑留されたドイツ戦を封鎖する。プエブロはアメリカ合衆国の第一次世界大戦への参戦と共に現役任務に復帰し、南大西洋の偵察艦隊機関として戦団護衛。 南米の港への親善訪問、ブラジルのバイアでドイツ、オーストリア船予りリを行う。プエブロは1918年1月18日にバージニア州ノーフォークへ帰還し、2月5日から10月16日までの間にイギリスへの物資兵員輸送船の護衛を7回行った。中米ブラジル大使をリオデジャネイロへ送り届けた後、プエブロは大西洋横断任務に戻り、 ヨーロッパ派遣軍を帰国させるためフランスのブレストとニュージャージー州方々圏の間を6度往復した。プエブロは1919 19年8月8日にフィラデルフィアに到着し予備役となり、1919年9月22日に退役した。プエブロは1921年4月2日に最終役し、1927年9月28日まで、 海軍第三管区の訓練艦としての任務につき、1930年10月2日にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。